ファッションデザイナーっていうのは確かになろうと思ってなれる仕事ではないと思いますね。ある程度才能、タレントが必要だと思う。それに対して努力するかどうかっていうのもあって、で、まあ才能がちょっとで努力しなかったらダメだし、多少の才能はいると思うんですよね。やっぱり洋服を作るとか綺麗なものを作りたいとか、その頭の中にイメージが浮かぶ人じゃないと、どんなにファッションデザイナーになろうと思っても多分無理だと思うんですよね。やれる、せっかく何か才能があるとしたら、あとは本当にファッションが好きじゃないと続かないと思うんですよね。だから難しいし、でもファッションが好きでファッションに対するパッションがあったら成功すると思う。